はいどうも皆さんこんばんは。忠内香里の「知りたいなら」のお時間がやってまいりました。はい、今日ちょっとね、あのー、サブカメラにテレビを使ってましたら、テレビの音がちょっと出ておりまして、少しハウって聞こえたかもしれません。えー、失礼いたしました。おっせ大丈夫でしょうか。はい、えー、やってまいりました。週に一度のお楽しみ、知りたいならでございます。 奈良でガイドをしております、田田内香織です。この番組はですね、奈良に関することを楽しくゆるっとお話しするという1時間番組です。はい、どうもこんばんはでございます。よろしくお願いします。前半の30分が無料の放送でございまして、どなた様でも見ていただけます。後半の30分は、会員様限定の有料放送となっておりまして、 今日はですね、ちょっとね、語りたいことがいっぱいあるんですけれども、まあ、たまにはなんかあの楽な、はい、雑談も交えて楽しく過ごそうと思っております。えー、早速本日のお品書き参ります。こんな感じでいきたいと思います。はい、えー、本日のお品書き、まず無料ゾーンはですね、今週の光る君へ。えー、毎度恒例になってまいりました、光る君へ。 えー、いろいろとトピックがあるんですけれども、私的に、もう今ちょっとこの画面に私は映ってないんですが、もう胸をかきむしっております。私的にすごく、いや、映らなくていいよ。もうすごくね、言いたいことがある。さわちゃんですよ、さわちゃん。もう、それはないよ、さわちゃんということを今日はとっくりとお話しいたします。はい、これ全然ならと関係ありません。 えー、そして特集はですね「東博法然上人と極楽浄土展」行ってまいりましたあのー、本当は本当はっていうかまあちょっと行くつもりはなかったんですけれどもまあ行きがかり上というか行くことになりまして行ったらむちゃくちゃ良かったんですねでまた後でもお話ししますが今回の私が目指すべきところは一つ大麻曼荼羅だったんです 皆さん、タイママンダラご存知ですかもうね、あのね、すごいですよ。すごいもんが奈良にあるんですよ。それが東博にお出ましになっていらっしゃいましたので、タイママンダラだけを見ぬつもりで東京行ったんですよ。まあそしたらね、やっぱりすごかったんですね、展示が。えー、今日はその展示のお話をしたいと思います。えー、そして、この後の有料ゾーンがこんな感じです。はい。 えー、有料「会員様限定の放送はまず法然上人と極楽浄土の展覧会のお話の続きお話しさせてもらった後に浄土とは極楽とは何ぞや、えー、なぜ私たちは極楽浄土に行きたいと思うのかそこに行くとどんないいことがあるのか皆さんもなんとなく極楽ってこんなところじゃないのかなっていうのをイメージされたことあるかと思うんですけれども 私もぼんやりと思ってたことがあります。でも今回、東博行って、ちょっといろいろ見聞きをして、違う、そうじゃない、極楽の本当の凄さは別にあるということに気づきまして、その話をしたいと思います。で、最後、雑談コーナーと書きましたけれども、あのー、これは、なんて言うんですかね。はい、まあ、あの雑談です。えー、時間が余ったらしようと思っております。 はい、えー、というわけで早速参りたいいい、と思います。はい、今週の光る君へ、まあ、毎回毎回クライマックスのような感じの「光る君へ」なんですけれども、えー、我らが真ろさんとさわちゃんが仲良くキャッキャを夫婦しながら石山詣でに行ってそして真ろが憧れてやまなかった そのね、ロ楼日記の作者と出会えてでいろいろ話もできてでその、まあ、作中人物でもある道綱さんその人にも会えたりしてもうウッキウキで帰る途中になんかさわちゃんが急に怒り出してしまってこう2人は決裂みたいな。で都に帰ってきてみたらその疫病が流行っててで真宙、まあ、さんは、まあ、その将来の。 その献身的な魂を持ち出して看病に明け暮れてで自分も感染してしまってそれを道永さんが解放するっていうねもうあのー、いいですよねこう好きな人にお姫様抱っこでお家まで連れてきてもらってっていうところから始まって。 徹夜で寝ずの看病家族除外っていうのがねもう一度でいいからやってみたい憧れる感じなんですけれどもで、まあ、今回の,その一番の物語としてのクライマックスはそうやって真宙さんの看病をした道長が朝帰りをするわけなんですね。でまあ、当時の貴族たちははかゆい婚ですからその道長は 紀、えー、子様との邸宅が、まあ、お家、自分が今住んでる家なんだけれどもでももう一人紀子城という人も妻に持ってて、まあ、たまにその紀子さんのところにも通っているという状態で出かけて行って、まあ、朝帰ってくるのはそういうもう一人の妻のところに出かけているもんなんですがとも、えー、子様はこは女の勘で「紀子様じゃない」 殿には私と晃子さま以外のもう一人の誰かがいるって言って「っても怖い <laughs> 超怖いシーンがありましたよね。でまああのツイッターなんかでもそこの場面についての言及がいっぱいあって私も興味深く見てたんですが一番私があこれは本当にその通りだなと思ったのが。 とも子様が、えー、自分の夫の中に私とき子様以外の誰かがいるということに気づいてそしてこう不敵なというか謎の笑みを漏らすんですよねであの笑みの解釈っていうのもいろいろあると思うんですけれどもでもある人が「とも子様それは違うんだ」と道長の心にもう一人あなたの知らない誰かがいるんじゃなくって 道長の心の中には最初から一人しかいなかったんだよっていうことを書いてる人がいてその通りだよねと思ってそうなんですよね道長さんは最初から智子様も亜子様も眼中にはないんですよねねえつらかつらかねえもう非常につらい話でございますよまあまああのそこから出てくる こう真の恋愛の勝者とは何かみたいなことの話になってくるとまた別の問題になってしまうので今日はあえてそこには触れずに「さちゃんですよさわちゃん」皆さんあれどう思いましたあ乙女心がワクワクまあ燃えるところではありますよねはいはいあのね私今回のさわのちゃんが急に怒り出したシーンを見てもうなんかこう複雑な 複雑な心境だったんですけれども私割と学生時代とかにああいう友達がよくいたんですよね <laughs> なんか知らんけどその急に怒り出したりするようなねで、なんか知らんけどっていうのはそれはこっち側真広側の方にとってみたら意味がわからないけれども向こうには意味があるんですよね で今回の,その石山寺に誘ったのもさわちゃんだしめちゃくちゃ楽しそうにしてたのもさわちゃんなのに急にあんな風になっちゃうっていうのはこう徐々に徐々にというか今回の石山詣で以前からさわちゃんの中には何かしらの真宙さんに対するこう妬みとか嫉妬とか。 ちょっととましいなとか私はまだ殿方から文をもらったことがないわとか、えー、真ろさんの弟さんかっこいいとかお,とお父様は今官職にないとはいえ有名な学者さんとか結局家には居場所あるよねとか私にはないよねとかいうのがこうもうこうジェンガのように折り重なっていたわけなんですよ。でそこにその道綱の母と会って でもその話に入っていけないっていうのも本来だったらささやかなことなんですよね。ででもそこにその自分はちょっといいなと思っていた道綱が忍んできてでラッキーと思ってたらお相手は実は真宙さんの方を狙ってたんだっていうのが分かった時のもうあれで決壊したみたいなのが。 だから沢ちゃんにとったら必然なんですよねあの爆発はねでも真宙さんにしてみたら訳が分からなくってでそうなんですよああいうことが女子の間にはこう往々にしてあるもんなんですよねでこう自分のことを顧みるに一体どうしたらよかったんだろうとあの時は真宙さんは今せっせとお手紙を書いて こう関係の修復に勤しんでいてで多分なんか来週あたりそのまた仲直りしたっぽいような雰囲気が見え,見えるのできっといい方向に行くと思うんですけどいやーあん時どないすればよかったの私は <laughs> 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 でももうもうなんかしょうがないんだよねそういうそう人にはなんていうのかこう。 バカな時があるんです紗和ちゃんのあの行為はすごく独り言がりでバカなんですよね大バカもんですよ。自分だけがこう思い詰めて自分だけが盛り上がって自分だけが傷ついた感じでガーって言っちゃうっていうのは本当にもうバカバカって感じなんですけれどもでもそれは紗和ちゃんが。 あの単なるバカ者ではなくって人にはバカになる時があるっていうねしかも10代、まあ、あれも10代じゃないけれども二十歳超えてるぐらいかなと思うんですけど、まあ、いくつになったってその長い人生の中でそういう時もあるそしてそういうのを見せてしまう相手もいる私もそういう時にぶち当たって何て言うのかこう家事でもらい火をもらうようなもんなんですよね。 余震,余震じゃないやこう地震でねなんかこう被害を被るとかねだからもう自然現象と思って諦めるっていうのがおそらく正しかったんでしょうね知らんけどね <laughs> はい <laughs> まあそんなわけで、えー、今週の「光る君へ」は「紗、ま、和、あ、ちゃんバカバカ」というお話でございました切ないね本当にね はい、えー、そして続きまして本日の特集です。はい。えー、あ今コメントがありがとうございます。このようなお話がどこかの文献にあったんでしょうか。どうかなまあ、もしかして、その、あの、分かんないですよ。めっちゃ想像なんですけれども。 そ紗和ちゃんのモデルらしきお友達がいたというのは紫式部が残した和歌なんかからちょっとこう想像できるみたいなんですね。でその友達とまあその友情を育む中で何かしらの行き違いとかそういうことがあったと推察できるものがあったのかもしれないですね想像なんですけどね。 で結構このドラマの光る君へはまあある種ありえないことそのねええー、道長がもうすでにあの時大納言でしたっけ割ともう出世してるにもかかわらずそのこうああいううん病人がこう運び込まれてこう,うんうん言ってるところに視察に行って、まあ、そこで ひろう、まあ、を見つけてこう抱えて帰るとかまあないですよね普通考えたらね。でもあの割とそのこうエピソードの中にそのこれが元ネタになってるのかなみたいなものはいろいろあるみたいで私も平安文学あんまり知らなくって今その「光る君へ」という窓口を通じてこう一生懸命蓄えてるところなんですけど。 はい、そういうなんか友達とのいさかいっていうシーンが何かしらあってもこう大石先生のことだからおかしくないっていう気はしますもし何か見つけたらまた報告しますね、えー、結構小ネタが大鏡とかいろんなところからありますよねそうですよねこう大河ドラマでね大鏡のネタにぶち当たるなんて嬉しいですよね 大鏡実は私はまだ読んでないんですけれどもはい、あのー、だいぶ前の,その一条天皇が即位するときに「生首が」っていうねあれも大鏡ネタですからねこう話題の宝庫でございます。はい、はいいで、えー「東博」で開催中の「法然と極楽浄土」えー、こちらのね展覧会がすごく良かったんです。で 今回の私の目的が、今日の表紙にも出させてもらいました、この裏表紙。これがですね、大麻曼荼羅なんです。大麻曼荼、ご存知でしょうか。あの奈良にですね、大麻寺というお寺がございます。この大麻寺に伝わっております、つづれ織の曼荼羅というのがあございまして、えー、それが今回、 出賃してるんですね今コメントでも拝見しましたというお声があっていやーあのねもし、えー「タイママンダラ」知らなかった「えー、東博」に出てるのも知らなかったっていう方がいたらぜひ見に行ってくださいあのー、何がすごいってこの今、えー、裏表紙になってるのはそのこうオリジナルのものをその後何回かこう 新ししく書き写したりすするるものが存在するんでん、ね、かあ2代目3代目みたいな感じで,で他のお寺さんでも写したりとかがありましてな,んなのですごいこれ色鮮やかなんですけれども本物はオリジナルは奈良時代のものなんです1300年前のものです大事なことだから2回言いますね1300年前の曼荼羅が 残ってるんですよでこの曼荼羅のすごいところは「つづれ織曼荼羅」ということでしてつづれ織っていうのは何かっていうとあのー、人が手の爪なんかを使って織った曼荼羅のことを言うんですよ。で私たちそのこう織物って聞いたらこれ織物なんですよね。あのこ,この絵自体裏表紙になってるのはあの絵だと思うんですけれども。 あのー、旗織りって皆さんが想像するものって多分「鶴の恩返し」とかに出てくるようなこう旗織り機があってこう横糸をこうシャーってしてシャーガシャンガシャンみたいなシャーガシャンガシャントントンみたいな見てはいけませんっていうあれね。とう思うんですけれどもこのオリジナルの鶴織まんダらは手で折ってるんです。 でなんかね、指先を、その人差し指の爪なんかをちょっとこうギザギザにわざとして、そのひっかくみたいな感じで、こう縦糸をまずこう、垂らしておいたところに、こう、模様を、例えばここに真ん中に、如来様がいらっしゃいますけど、如来様がちょっと茶色というか、オレンジのこうお衣装を着てらっしゃいますよね。縦に糸がバーっとこう下ろされててで このオレンジの衣装のところだけ、横糸を指でこう、あのー、通して、ここだけオレンジの色を作るっていうことをするんです。で、だからこことかだったら、緑の横糸をここだけこう通していって、止めてやるっていう。 でもし、これがよくある旗織りのトントンガシャンガシャンだったら、縦糸、で横糸がここからここまでこう全部こうあることになりますでしょ。そしたら、重いんです。布地として、織物として。だから、千年おそらく持たないだろうと言われています。でも、綴づれ折りの場合は、 手でオレンジのところだったらここだけオレンジの糸が横に入ってる。緑のところはここだけ緑の糸が入ってる。白のところはこうこ,こだけみたいな感じだから、裏返すと、その模様模様で糸がまだらにあるわけなんですよ。だから、全体として軽いそうなんですね。ので、えー、保つ。千年保ってくれた。で、その、 部分部分に色を通すことができるからその細やかな色配置ができるわけなんですよ結果グラデーションのような色配置もできてとても綺麗に仕上がるでそのそういうことをハスの糸で織ったというのが大麻曼荼羅なんですね。 でまあ、実際のところ現在の科学分析ではハスではなく絹糸を使っているということなんですけれどもでもそのハスの糸というような言い方はいわゆる微笑というんですかねこうよ,よい感じの褒め言葉としての言葉なんだそうですよ。絹糸のことを、 こんな綺麗な模様はないこんな綺麗な絹の,その糸で織った織物はないっていう褒め称える時に蓮糸のようなっていうそういう言い方をしたらしいんですよね。まあ,あのそういう蓮糸で織られたということが伝承となっていて奈良時代に中将姫様という方が極楽に行きたいということをもう強く強く望まれて。 そして阿弥陀様がその願いを聞き届けてくださってハスの糸を使って一夜にしてこの曼荼羅を織り上げてくれたこの曼荼羅を見て中條姫様は極楽に往生することができたというそういう物語があるんですで中條姫様自身が本当に実在したのかどうかということを突き詰めていくとなかなかちょっとはてなマークも出てくるんですがまあそれは置いといて 曼荼羅というものが奈良時代に作られて現存してるっていうことは真実なんです。それが東ににお出ましになってるんですよね奈良の大和寺でもめったにめったに出ないんです。でもう何年前かな34年前もっと前ですねもうなんかコロナ前かコロナ後かぐらいももう覚えてないんですけど。 奈良博ででタイママンダラが出たんですよでその時に「もうこれはすごいぞ」と「一生見れんと思ってたのに見れたわーい!」みたいなで今回「東博」に出るっていやちょっとあの反則でしょうと普通出ないんですよそんなそんなバカなでも出しちゃってるまあまあきっと東博さんが「 きっとね大麻寺さんにものすごい頼んで出すことになったんでしょうけれどもまあ私たちにとってみたらありがたいことですよ。生きてるうちに見れるわけですから。でおそらく今回のこの展示が終わった後こう2度目大麻曼荼羅が外に出ることはないんじゃないかなと思います。 多分ねね度目出たら知ら知んけど、ね、でもそれぐらいとても貴重なものですのでぜひ関東の皆さん、あのー、見に行ってくださいでその大麻曼荼羅っていうのを、まあ、見なければいけない見る甲斐があるっていうことが一つでもう一つはあのー、やっぱりその法然上人のことがいろいろわかる展示なんですね。 えー、法然上人というとあの「南無阿弥陀仏」という言葉を唱えるだけで極楽浄土に行けるんだっていうことをおっしゃった方です。で法然さんという方自身はですね、まあ、あの優秀なあ学問僧でもあ,のあられるんですけれども。 その「南無阿弥陀仏」という言葉さえ唱えたらいいんだっていうことにたどり着くまでにもういろいろ試行錯誤されているようなんですよ。でその南無阿弥陀仏ということを唱えさえすればいいということに気づいた、えー、知ったのが42歳の時だそうです。結構、まあ、割割と少年と年いうか こうね、法然さんは結構長生きして80ぐらいまで生きられるんですけれどもでもこう生まれつきの振動とかなんかそういうんじゃなくってこの長い修行の中でいろいろ苦悩して頑張られた結果のその南無阿弥陀仏にたどり着いたっていうねだからこう努力の人なんですよ。 でその努力の成果というものがもうここに本当に詰まっているで、えー、法然さんの死後お弟子さんたちがこうもっともっとその裾野を広げてで最終的には江戸幕府にもまあそれが広まっていって徳川家康なんかもかなり進行してたみたいなんですね。えー、そういったことがよくわかります で今回の展示ですごくこの感動した展示その特に私自身が浄土宗それから法然さんという人に特に思い入れがなかったのでだからこそあこんなにすごい人だったのかと浄土宗ってこういう面があるんだっていうことがいろいろ分かって本当に勉強になったし。 もうねうっかりちょっと浄土宗の門徒になろうかなっていうぐらいにだいぶだいぶ来ましたね。でそれっていうのが極楽浄土ががどんんなところかかっっていうのすすごかったんですよ多分皆さんも極楽浄土ってこうあんな感じこんな感じたまにね物語とかでこう大変なる音楽が常に流れてとか。 そのいい気温ででって言うんですね気候がいいんですって極楽浄土はもうこのシャバの世界みたいに暑いわとか寒いわとか,なんかそんなんがないらしいんですよいい気候である最高ですよねそして、えー、果物とかが割となり放題なり放題っていうかそのなってるのが食べ放題とかでその阿弥陀様の えー、まああのお説法というかこういい話が毎日聞ける極楽浄土極めて楽しい世界なんです一体何が極めて楽しいのかという話を今日の後半でしたいと思いますはい、えー、もうすぐゴールデンウィークですのでねあのゴールデンウィーク皆さんもちろん奈良に来ますよね はい、私ももりもりツアーをいたしますので、ちょっとゴールデンウィークのツアーのご紹介をして、えー、前半の最後にしたいと思います。はい、ショーガーカメラお願いします。はい、ゴーールデンウィークは奈良に行こうということで、えー、まず4月28日、もうすぐですよ。今日水曜日だから、木、金、土、日、4日後です。皆ささん4日後奈良にいいらしてください なぜならばこの日は午前中に興福寺さんに行きまして北遠堂さんがご会長ですもうまだ拝観したことがない方がいらしたらもう人生の損失に値するという無着せ心像が、えー、ご会長になりますで興福寺さんというところがまあどんなお寺だったのか興、えー、福寺さんというのはまあ ある意味近代の奈良の始まりでもあるんですよね。えー、そういったことなどもいろいろとお話ししたいと思います。あそしてうわー間違ってる。なんか寺って書いてるから思わず寺って書いちゃった。はい。その同じ日の午後は陰陽寺のツアーです。はい。えー、みんな大好き安倍晴明の陰陽寺その発祥は奈良にございました。えー、そしてこの陰陽寺の住処 えー、さらにはその陰陽寺たちが封印した怨霊たちなどなどをいろいろ巡ります陰陽寺を中心としたツアーが午後にありますのでぜひとも合わせていらしてください。で、えー、3日の日の法隆寺この日はですねあの法隆寺さんがあれですよ偶然観音様が御会長なんですね。えー 1>, 1年に1度はご拝観に行きたいグゼ観音様ご一緒にお参りしましょうでこの日はですねちょっと今までと趣向を変えてもうちょっと広い範囲を巡りたいと思ってます藤の木古墳というのがありまして非常に謎多き古墳ですこちらも一緒に巡るもうほぼほぼ丸一日朝から晩まで放流実ーですので、えー、お昼ご飯もついてますよかったらいらしてください えそして5月4日土曜日この日は吉野に行きましてあの青いお肌の蔵王権現様ご会長に立ち会いますえそして同じ日に、えー、柿の寿司がお昼ご飯にいい出すつもりなんですけれども食べ比べ大会、はい、いありますので、えー、こちらもぜひいらしてください、えー、柿の寿司食べ比べ月です 大会ですからね。はいで、5月5日の日曜日、この日に蓮如寺さんというお寺に行きます。蓮如寺さんもここ横に黄変がついてたっけな。はい。あの蓮如寺さんはですね、えー、非常に美しい白色ラ行の阿弥陀様がいらっしゃいます。阿弥陀様という方は基本性別がありません。 しかし、蓮上寺さんの阿弥陀様は女性なんです。そして、とてもとても美しい方なんですね。えー、世の中のもうすべての女性の救いの源となるであろう蓮上寺さんの阿弥陀如来様、ぜ、え、ひ、ー、ともご一緒にご拝観に参りましょう。えー、どうぞゴールデンウィークーご利用ください。 はい、ありがとうございました。えー、っと、そして、次回ですね、次回の知りたいならは、嘘でしょって感じですけども、次、5月マジかー、5月だー、5月1日。はーあっちゅう間に5月、もうこれ言うてる間に年末が来ますせ。<laughs> やばいやばい。 はい。というわけで来週は5月1日水曜日の放送でございます。ゴールデンウィーク真った中ですね。えー、っとどうぞ皆様あの楽しいゴールデンウィーク過ごしていただいてそして予定特に何にも作ってないんだよねという方はぜひかおりんのツアーもいらしてください。よろしくお願いいたします。はい。それではこの後会員様限定の有料放送となります。 ただうちりの奈良ガイド、知りたいならは、毎月、毎週水曜日、月、えー、4回の放送に加えて、えー、過去動画、アーカイブも見ていただける会員様限定のーコーナーを作っております。月額880円で、えー、加入してみていただきますので、ぜひ、 会員になって支えてくださると嬉しいなということでどうぞよろしくお願いいたします。はい本当にね会員様がこうお一人でも増えてると私に生きる希望が与えられますのでこうキラ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 みたいなはいどうぞ皆様よろしくお願いいたします。はい、えー、ではではこの後会員様限定に切り替えます。また来週5月1日にお目にかかりましょう。ただうちりの 奈良ガイド知りたいならでした。では、また来週。ありがとうございました。切り替えます。